じゃあすぐカットしてくるね。ほぼ種やん。パン、まだまだ暑いけどさ、もうすぐ夏が終わっちゃうね。パンのためにスイカを買ってきたよ。スイカって気を抜くとシーズンオフであっという間にスーパーからなくなってるんだよね。いっぱい買ったって長期保存できないよ。まあいいや、とりあえずスイカ出すね。じゃあこれスイカだよ。スイカ。そっち？じゃあいいスイカだね、これ。じゃあすぐカットしてくるね。こうやって種取るの初めて。スイカって中の方種ないのかな。いつもスイカってさ、カットしてるやつ買うから種の取り方わかんないんだよね。種中にもあんじゃん、どうすんだろう。種を完全に抜くってできるのかな。とりあえず取れるだけ取るか。これじゃあさ、全部実取れちゃうんじゃない。反対側はここだけここなんで、ここはここだけな。とりあえずカットしちゃうか。よし、せーの。よし、切れたね。もうちょっと見えてる種取るか。結構種あるじゃん。あ、もしかしてこれ食べれないまま終わるかもよ。種ばっかりで実全部削っちゃって。そもそもさ、この種の取り方合ってるのかもわかんないんだよね。こんなの切りないじゃんね。スイカってすごいな。みんなスイカ食べるときこんな苦労してんの。とりあえずこんなもんかな。めっちゃ種あるやん。ほぼ種やん。種なしスイカ買った方が良かった、もしかして。急がなくては。種全部取れたはず。ミニパンにもちょっとお裾分けね。いただきます。よし、うん、おいしい。うん、おいしいね。でも1個ね。よし、はい、夏の味だね、パン。よし、パンちゃん美味しいの？あ、もうないね。うん。これ私じゃない。あ、それミニパンのだよ。しょうがないな。じゃあちょっとおかわりね。よし。ソファー汚しまくりやん。最後の一個だよ。ないよ。ないよ。おしまい。ごちそうさまでした。スイカ美味しかったか。スイカ美味しかったのか。
見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。お願いします。